前線や低気圧の影響で九州では明日にかけて再び非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。九州ではこの後も大気の不安定な状態が続き、明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨となる可能性があります。明日朝までに予想される雨の量は、多いところで九州南部が200ミリ、北部が180ミリとなっています。気象庁はこれまでの大雨で地盤が緩んでいる場所もあるとして、土砂災害のほか川の氾濫などに厳重な警戒を呼びかけています。黙祷。こうした中、40人が犠牲になった九州北部の豪雨から今日で6年が経ち、被害が特に大きかった福岡県朝倉市では犠牲者を悼み黙祷が行われました。